連れてきた霊が連れていった話3年ほど前の話ですが私の会社の同僚が退職することになり送別会をしようということになった同じ部署ということもあって私を含めて3人が幹事をすることになり1人は場所の予約と会計係1人は当日の進行役そして私は 撮影係になった。送別会の場所はいつも利用している古民家を改装した居酒屋で仮におたふく屋としておきます。このおたふく屋ですが本当に一軒の古い家屋をそのまま居酒屋風にしただけなので一階はキッチンの部分にカウンター席広いリビングの部分にテーブル席が 七つあるだけだった。二階は八畳と十二畳の和室で、襖で仕切られている。この襖を外すと広くなり、大人数の時でも利用できた。今回は、合計二十名ほどの送別会だったので、二階の十二畳の方の和室で予約を入れ、私は他に、プレゼント品や花束などを用意して、当日お宅屋に行った。 玄関を入り、カウンターの前を通って、すぐ横の急な階段を上がると廊下があって、左側に12畳の和室の入り口がある。部屋の戸は開いていたので、そこで靴を脱いで部屋に入ると、まだ誰も来ていなくて、とりあえず荷物を下ろした。その時、一瞬部屋の照明が消えびっくりしたが、すぐに着いたので、ほっとして周りを見ると、 入り口から真正面にある床の間の右隅に黒い影が見えた私は照明が消えて暗くなりすぐについたので目が錯覚を起こしたのだろうと思いパチパチと瞬きを繰り返したすると床の間の黒い影はすぐに消えて見えなくなったメンバーが集まり送別会が始まって 私は自分の担当である撮影に集中した。念のためもう一人、別の人にも撮影をお願いし、自由に撮影していただいた。後でまとめて編集して、退職する愛さんに渡そうと思っていた。主役である愛さんは、床の間の前に座っていたので、自然とみんなが順番に愛さんの周りに集まり、私が写真を撮った。 一枚、また一枚、と、愛さんを中心に周りを囲むようにして写真撮影をした。その時は何も異常がなかったと思う。ところが、送別会の後半で愛さんに花束を渡してお別れの言葉をいただいている時に、私がデジカメを向けると、再び異変に気がついた。愛さんの真後ろの床の間の右隅に、 またもや黒い影が現れた。それが今度は、はっきりと人の形に見えたので、驚いて、あっと声が出そうになったが、愛さんが泣きながら話してる最中だったので、なんとかこらえた。私はデジカメから目が離せず、声も出せない状況だったので、ただそのまま固まっていた。その黒い人影は、体つきは男性のようで、 おそらく後ろ向きに立っていたと思う私はそれが人影であると認識できた途端急に恐怖心に襲われ始めたガクガクと震えが止まらなくなりそのままその黒い人影を見つめていた我に帰ってデジカメから目を離すとその姿はすっと消えてしまった周りを見るとみんな愛さんに注目していて 泣きながら話す彼女に、頑張れ、などと声をかけていた。他の人には、あの黒い人影が全く見えていないようだった。私は帰宅してすぐにデータをパソコンに移して確認したが、パソコンの画面で見る限り、あの黒い人影は全くどこにも映っていなかった。動画もあったが、全く異常なし。 後日、もう一人の撮影者の分のデータをもらいましたが、そちらも全く異常がなかった。私は安心して編集作業を終え、ディスクにまとめて、それを愛さんにプレゼントした。しかしすぐに帰宅した愛さんから驚きのメールが届いたのだ。内容は、帰ってすぐにディスクをパソコンに入れてみようと思ったら、 すぐに一枚の写真がデスクトップ一面にいきなり出てきて、その写真をよく見ると、自分のすぐ横に髪の長い女が白くうっすらと立っている。というものだった。髪の長い女私が見たのは後ろ向きの男だったはず。私は驚いて自分用にコピーしていたディスクをレコーダーに挿入して、 テレビの大きい画面で確認した。あびっくりだった。そこにいた。間違いなく愛さんのすぐ横に髪の長い女がうっすらと立っていた。そしてその白いのっぺりとした顔が笑っている。編集の時には全く気がつかなかった。 それだけではなかった。もっと怖かったのは花束を抱えた愛さんとその髪の長い女の間、あの床の間の右隅に黒い男がいた。そして前は後ろ向きだったのにこの時は横を向いていた。痩せこけた顔で目だけを丸く大きく見開いて怒っているかのように。 険ししいい顔をしていた。この一枚の写真にだけ2つの霊が写り込んでいたちなみに愛さんには髪の長い女しか見えていないようだった見える時と見えない時があったり見える人と見えない人がいたり心霊写真の証明は時として難しいしかし一度見えてしまうとロックオン状態になり 何度でも見えてしまう。私は怖くなりすぐにディスクを取り出した。そして引き出しの奥へとしまい込んで忘れることにした。それから半年くらい経ったでしょうか。夜私は自宅の2階の部屋でレコーダーのダビング作業をしていて空のディスクを探していた。不覚にも。 あの恐ろしい例の映り込んだディスクを再生してしまった。テレビの画面いっぱいにまたイさんと髪の長い女が現れた。しまったと思って停止ボタンを押そうとしたら急にレコーダーがガタガタガタと大きく揺れ始めた。何が起こっているのか全くわからなかった。 停止ボタンを押しても全く反応しない。後ろ向きだった男は、まっすぐにこちらを睨みつけていた。画面の中の大きく見開いたその目と目があった瞬間、その男の姿が消えてなくなった。あと思っていると、すぐにレコーダーから黒い煙のようなものが出て、私の目の端を横切っていった。 私は金縛りのようになり、体を動かすことができなかった。その時、一階で飼っていた猫の、ものすごい叫び声が聞こえてきた。そして続いて、家族の叫び声も。いつの間にか黒い煙は消滅し、私の金縛りも溶けていた。急いで悲鳴の聞こえた一階に行くと、 飼っていた猫が急死していた。病気で弱ってはいましたが、すぐに死んでしまうような状態ではなかったのです。突然のことに家族が大声で泣いていた。飼い猫が何かまずい状況から助けてくれたのでしょうかそれとも、私の代わりに連れて行かれたのでしょうか全くわかりませんでした。 しかしあの男はなんであんなに怒っていたのか。今となっては全くわかりませんが、あのおたふくやは現在も営業しており、人気があって二号店ができるらしいです。